豊原周演室、竹の一節本二十四公狐狐、三枚、揃い版に日式へ、洋州近信とは、江戸時代末期から、明治時代にかけての浮世絵師。作画期は、幕末動乱期の混乱を挟みつつも文久頃から、明治四十年頃までの、約四十五年に及び、美人画に優れ三枚、鈴木の風俗画を得意とした。歌川国吉、三代。 歌川報告及び豊原国地下の門人。姓は橋本、通称は作太郎、弓名は忠義。陽州、陽州人志、一角斎とゴース。越後国高田藩江戸詰めの下級藩主である、橋本八八郎自家女の長男として生まれる。ただし、出身地が高田と江戸のどちらかは不明。八八郎は、仲介頭を務め、留め付けを兼任した。 文久2年の記録によれば、25歳の終焉も、長付という役職についている。終焉は、幼い頃に、天然痘にかかりあばた顔だったため写真嫌いで、亡くなった時も写真は一枚もなかったという。幼少時は仮の葉を学んだようだが、その後浮世絵に転じて、経済永戦の門人につき、家営5年15歳で、国吉に絵を学んで、カオルツルを名乗る。 文久元年国吉が没すると三代目報告につき、二代目、歌川薫鶴、一角、蔡薫鶴と称して、浮世絵師となった。さらに報告が、源氏元年12月に亡くなると、報告文化の豊原国地下に転じて、終焉と合した。慶応元年、幕府の第二次長州政党に従軍し、行軍する、藩白の様子を、 長州政党校群図で色彩豊かに描いている。慶応三年橋本家の家督を相続した。同年5月6日、国地下が日本橋音羽町に建てた新宅開きの日に酔った川鍋教祭が国地下の顔に墨を塗りたくって大騒ぎとなった。この時、怒った周援が刀を抜いて教祭に切ってしまうぞと飛びかかり、教祭は垣根を破って逃げ、 中橋の紅葉川の後に落ちて、ドブネズミのようになったという。西京では、慶応三年正月間の豊原国一家の、片入り人気比べ中に人物を保湿したのが早い、ものであろう。幕末の動乱期には、高田藩江戸詰藩氏が結成した、新木隊に属し、慶応四年五月上の将棋隊に加わる。八月朝日丸で品川沖を、 脱走、すぐに、長芸丸に乗り換え、11月北海道の福島に、上陸、陸路で、函館を目指し、翌1月5日、亀田村に到着。榎本竹明騎下の滝川具水式第一大隊4番小隊の、下で官軍と戦ったが、3月の、宮古湾海戦において、海天丸に乗り込んで、戦い重傷を負う。母親戦争終結後に、 幸福、未だ傷が癒えていなかったため、法王丸で、明治2年8月に、東京へ送られ、高田藩預かりとなった。故郷の高田で、兵部省よりの禁錮50日、高田藩から、過禄藩地、または降格、あるいは、隠居廃人の処分を受けた。この時、高田の絵師、青木根さんらと交流を深めている。その後、いつ頃かは不明だが東京に戻る。 明治10年から明治13年には、上野北大門町におり、以降は、作画に精霊した。当初は、武者絵や、青函論の図、鹿児島上撃戦の図などといった、西南戦争の絵を描いて、評判を取る。明治10年代からは、宮廷画を多く描いており、晩年にかけて、大盤三枚、続くの、皇后宮観光宮ごと改図。 巫女後コの図、今マブリエンの言などを残す。明治15年には、橋本近信として、第1回内国絵画共進会に出品した、作品が法上を受けている。なお、明治15年には、明治天皇及びその家族を、西絵化することは禁止された。また、明治17年の第2回内国絵画共進会では、人物、景色が、同賞を受けている。 同年から明治24年には、湯島天神町三丁目一に住んでいた。明治28年から明治30年にかけて、江戸っ子が知らない、江戸城の五標と大奥を三枚、続くの豪華版の錦絵で発行、江戸城大奥の風俗画や明治開花期の婦人風俗画などを描き、江戸浮世絵の再来と、大変な人気を博した。代表作として、 新美人大三36図、時代鏡、大川渡し船などのほか千代田の大奥107枚、千代田の五表115枚、恩湖東の花などの江戸時代には描くことができなかった、徳川大奥や幕府の行事を記録したシリーズものは貴重な作品として挙げられ、特に千代田の大奥は当時ベストセラーとなった。なお、千代田の大奥には種本が存在する。 長島今城、大田義雄、朝屋、総書千代田城大奥上下がそれで、千代田の大奥の個々の西木絵に付けられた画題と、千代田城大奥の項目が一致する。明治30年の第一回日本が教会が協会共進会に出品し、三等法上を受けている。また、明治維新後は、外国と対等に付き合うには、女性も洋服を着なければならないと。 公の場では、家族や新政府の交換の夫人、霊嬢は、華やかなロングドレスを身にまとうようになった。終演は、女性の注目を集めた、このニューファッションを取り上げて錦絵に描いた。例として、チャリネ大局場五遊覧の図や、和金春の寿、女官洋服裁縫の図などといった、宮廷危険の図が挙げられ、終演はこれらも多く描いている。これにより、 終焉は明治期で人気一番の美人返しとなっている。ただしこの文明開化の新時代に浮世絵に描かれた女性たちは、その髪型や着るものは新しいデザインであっても、その要望は未だ江戸美人のままであった。美人が以外にも子供へ、歴史が国一家の流れを組む役者へ。 差し絵などの作品があり、終焉の錦絵の作品数は二絵八820点、半本30種と多数に上り、数少ない、優れた、明治浮世絵師の中においても、屈指の人であった。終焉が生涯を通して最も力を注いだのは、宮廷寛女、大奥風俗を含む、美人風俗であり、時代を繁栄した、優れた、作品群があった。門人には、 陽日としの吉川玲香、鍋田玉英、鈴木延幸らがいた。大正元年9月29日、遺願により死去。去年75。墓所は、高田藩の中、屋敷が、目の前に位置した、下役無縁坂の浄土修行安寺であったが、後に、豊島区雑司がやの雑司が霊園に移された。戒名は、佐藤司良院寺家誉れぎ受け孤 明治最後の浮世絵師と称された。死の2ヶ月後、池袋の本立寺に、新木隊母神戦争の日が混流された。その建設者名の冒頭に本名である、橋本忠義と刻まれており、終焉が最後になそうとしたのは先に亡くなった、新木隊同士たちの異例だったことがわかる。ありがとうございます。